はい、今日は第69回全日本大学女子バスケットボール選手権大会で優勝されました東京医療保健大学女子バスケットボール部の皆さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。まず見事インカレ優勝おめでとうございます。前年度、ね、準優勝というところで悲願の優勝ということで本当に嬉しいですけど、今日はトレーナーの柳田トレーナーと、インソールを処方してくださっている木平先生にお越しいただいて、フォームソティックスメディカルの、実際にどうだったかっていう話を聞ければと思います。皆さんよろしくお願いします。まず初めにお一言ずつ自己紹介お願いできますでしょうか。私は2年のパワーフォワードの藤本明です。よろしくお願いします。2年のポイントガードの岡田恵里です。お願いします。3年のフォワードの岡原真由美です。よろしくお願いします。4年のセンターの鷲見です。お願いします。トレーナーを務めてます柳田翔子です。よろしくお願いします。インソールを処方しました木平です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう本当に日本一目指してハードトレーニングをする毎日だと思うんですけど、その中で柳田トレーナーが実際に選手のことを毎日見ていると思うんですけど、前年度から日本一を目指すにあたってチームとしてもしくは選手個人としてどんなこれまで課題が終わりだったんでしょうか。選手は高校からハードワークしてきて、それなりに足の痛みだとか膝の痛みとか怪我が多い選手が多いので、どうしてもハードワークをしていると痛いところが出てきてしまったりして、そこでパフォーマンスがなかなか出せなかったりするっていうところが課題で、そこを問題としてたので、この1年かけて、怪我をしない体を作るっていうところを目指してやってきました。ありがとうございます。皆さんそれぞれが結構どんな体のパフォーマンスにおいてどんな課題があったんですか。やっぱり痛いところがあったりするんですか。しますよね。練習って週何回ですか。週6ですよね。週6でガンガン柳田トレーナーにもう塩かれてるんですよ。以上ですね。はい、以上ですね。やっぱり、ね、部活やってるといろいろ痛いの見えなかったりとかあると思うんですけど、例えば痛みとかでやっぱり試合に出れなくなっちゃうこととかって結構あるんですか。そうですね、はい、一番奥の藤本も去年のインカレ前怪我してちょっとプレータイムが短くなったりとか、みんな怪我をして練習できなかったっていうのはこの1年あるかな。なかなかあるかな。藤本選手は、日本代表として、国際的なユニバーシアードですね、ユニバーシアードに選んで銀メダルを獲得したという選手でいらっしゃるんですけど、そんな中で柳田トレーナーは、どういうふうな形で木平先生をお越しいただいたんでしょうか。彼女は足首がすごく不安定で、なかなかこう練習をやっぱり続けていくと足首の痛みが出てくるということで、足を見るともうものすごい扁平足で、でも片足でスクワットやってもグラ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 するんで、これはトレーニングだけではやっぱなかなかこう賄いきれないっていうのと、全日本代表の選手ですよね。スクワットグラグラするんですね、やっぱり片足の。結構そういう選手突破してもいらっしゃるんですよね、たまにね。みんな。でもそれ当然トレーニングするんだけどっていうところで。そうですね、毎日ケアもしっかりやってるんですけど、やっぱりなかなかそういったところでカバーしきれないと思って、それを、ね、紹介してもらって、なるほど、なるほど。じゃあやっぱりインソールっていうのはこれまでも選択肢としては何か試されたりもされてたんですか。いろいろ試しはしていて、靴に合うように、処方はしてもらってたんですけれども、場所をいろいろ変えたりしているうちに、このフォームソティックスを教えてもらってて、実際私も使ったことあるんですけれども、クッ
勝性も良くて、あの柔らかかったので、まあ、ジャンプとか多い選手なので、衝撃吸収するのにいいんじゃないかなっていうところで、ちょっと試してみました。あの結構あの僕らもマラソンランナーにはすごく好評いただいていて、もう絶対自信あるんですけど、まあ、バスケットボール選手にはやっぱりマラソンランナーほどは使っていただけなかったので、実際どうだったのかなっていうのは、あのサイドも含めてあのその辺もどうかなって思ったんですけど、すごく好評ってお声をいただいて、であの今日ぜひ行きたいんですけど、で喜平先生がいらっしゃって、実際に足を評価、センストレーニングされて、足以外の部分を見て、最終的に必要だっていう判断で処方されたっていう流れですかね。そうですね、まあ、全身を見させていただく中で、特にあのバスケットボール選手、ジャンプの繰り返しが多いので、扁平足になっている選手が非常に多かったですね。で、扁平足になっていると、アーチがない分、衝撃の吸収を筋肉に損してしまうので、それでまあより疲れが出てしまったりとか、またパフォーマンスが低下してしまったり。これはしっかりとアーチを形を作ってあげて、で、パフォーマンスの上に寄与していければいいという思いで、実際この放送とメディカルについては、キラ先生が取り扱いの認定者でいらっしゃって、実際足を詳しく評価して、適切なフォローアップの中でしか処方できないものなんですけど、まあ、そういった専門家から見て、やっぱり足の問題はやっぱりありましたか？そうですね、まあ、正直なところマラソンランナー以上にそういった足の問題を抱えているんじゃないかなというところが率直な感想です。と言いますと、やっぱりバスケのもうストップアンドゴーが激すぎちゃう。はい、ストップアンドゴーもそうですし、上下の動き、そして横の動きで実際問題を抱えている選手もいましたので、まあ、実際処方を仮に、熱で個人個人の形通る前にですね、仮に入れていただいて横の動きを試して非常に大きく決まれる。なるほど、なるほど。結構ね、あのアーチを作っていくと、あの横の動きの時にちょっとね、どうかっていうような、まあ、ことも不安がある選手もいるかもしれませんが、そのあたり、例えば横動いた時に足が捻挫しそうになるとか、そういうのって結構心配じゃないですか。そういうの実際履いてみてどうでした？ご感想としてですか？横とか、まあ、横ジャンプでもそうなんですけど、なんかどんな印象でしたか？使ってみては、実際自分、下半身強化がすごい課題だったんですけど、ウェイトをやってて、すごい実感したんですけど、スクワットするときにその、ちゃんとアーチも支えてくれて、なんか自分の足に沿ってるんで、本当に鍛えたいところにしっかり刺激を与えてくれたのが、今まで入れてない状況でやったのと、これ入れた状況っていうのは全然、筋肉痛の広さが違くて逆に筋肉痛になった、その後のフォローアップでお尻の筋肉痛がやばいっていうだからお尻鍛えたかったから、すごい良かったです。おー、ありがとうございます。じゃあ入れてない時よりすごくトレーニングの効果が良くなる。入れてない時はなんかグラグラしたから、いろんなとこを変にいろんなとこを使ってたんですけど、お尻使いたいだったらもうお尻に来たって感じで。もうそれはね、トレーナーとしてもそこに、ね、目的を持って、なかなかでもチームだと最後まで見れないっていうところもあるかもしれない、なんかそれで変わったっていうところですかね。実際あの足の形に合ってっていうのがあったんですけ ど今入ってます？どんな感じになりました？すごいと思います。汚いかもしれない。結構ペコンペコン。そうですね、かなり足型でついて、こうもう替え時ですね。嘘早いですね。今日ちょっと新しいの買いましょう。はい、ありがとうございます。じゃあ隣のお母さんどうでした？なんかどんなの使ってみてどうでした？やっぱりジャンプの繰り返しでそうなりますか？まあ当然ね、当然のごとくジャンプを繰り返すことだと思うんですけど、走っててもかかと少し不安だったのがなくなったかな。
ありがとうございます。どうですか？自分はバランスがすごく悪くて、で、すごい足首とか面が多かったんですけど、まあ、インソールを入れることによって、バランス能力が上がって、面倒も少なくなりました。やっぱり面倒って多いんですかね？すごい面倒が多くて、それを高校時代とか直してこなかったので、もう靭帯が緩い状態で、放置されてきているので、やっぱそういうバランス能力とか、足首の可動域とか、そういうのがないと、すぐ捻挫してしまうので、まあ、そこを、まあ、若原は結構インソール入れることで、足首の可動域も結構戻って、でバランスもしっかり保つことができて、できるようになったので、すごく良かったなというふうには思います。ワンさんどうでした？ワンさんは来期から今4年生でいらっしゃるんですけど、プロ入りされるっていう実業団で、いかがでしたか？私は膝の前十字切ったことがあって、でバランスがうまく取れないことが分かったんですけど、その改善するためにやってみたら、ジャンプの着地とかストップとかのバランスが良くなった。それはストップの着地がより安定したというところです。実際、ね、何かしらいいことがあれば嬉しいんですけど、柳田トレーナー、キアトレーナーなので、まあ、入れて明らかにこう変わったなっていう部分とかってどうですか？何かトレーナーサイドから見てありますか？肩と置いたのが結構すぐに収まった、入れたら収まったと感じる感じ。岡田選手、かかとの痛みが割と要するに何してあんまり治ってこなかったのかな。で、これないですか？あ、なるほど。今までいろんなことをしてたんだよね。電気かけたり、治療院でやったり、当然やれることはいろいろやってきたけど、なかなかっていうところが、実際にはこれ入れたらあれっていう、結構治ったのかな。気にならなかった。実際足を見たときにアーチが落ちて、こう足の指がうまく使えてない状態。まあ、これはアーチを支えてあげると足の指がしっかりと使えて、まあ、引っ張られなくてもかなりというところで入れてみたら、まあ、実際にそれはめちゃくちゃ嬉しいですね。他のね、いろんなことで変わらなかった。やっぱりあとはね、トップやっぱ選手はフィジカル、ストレングストレーニングが相当重視されると思うんですけど、そこの効き目がこれ一つ変わればかなりパフォーマンス、障害予防だけじゃなくて実際に跳躍力アップとか、そういうダッシュの速さに変えるアプローチも役に立つ。止めるようになりましたよ。おー、まあ、え、さらになりました、なりました、本当に。それすごいですね。え、だってもともと全日本のね、クラスだったら、それはもともとすごいわけですね。そうですね。はい、よかったです。まあ、そんな形でぜひ専門家 のサポートがある中で処方するメディカルシリーズのホームソックです。皆さんも、ね、これからもぜひサポートさせていただければと思いますが、今後先日ね、日本一インカレ優勝された皆さんですが、ワンさんはもう、実業団に入られますけれども、皆さん来期の目標を聞かせていただければと思います。同じかもしれませんが、お二人ですよね。チームとしても個人としてもであれば。はい。ワンさんが抜ける分、自分がしないといけない仕事はすごく増えると思うんですけど、しっかりそれも、自分も成長して、レベルアップして、必ず連覇します。おー、すごい。来ちゃった。ぜひ連覇。はい。お疲れ様。自分もその連覇狙って、いいパフォーマンスが出せるようにしていきたいです。ありがとうございます。ぜひお願いします。次4年生になるので、プレー面でもうちゃんと引っ張って連覇します。おー、心強い。最後、まさに後輩の皆さんの3人続きまして、ワンさんお願いします。これからプロとしてプレーしていく中でもっと強度高い練習になると思う。ありがとうございます。
であるというチームをフォローするサポートする柳谷トレーナー、キーラー先生、一言お願いします。やっぱり怪我と痛みとか あると選手自身が思いっきりプレーできないのが一番楽しくないですし、生き生きもできないので、それをできるだけ防いでサポート上でみんながハッスルできるようにサポートしていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあキーラー先生、最後。フィジカル面のケアなんていうのはトレーナーさんがしっかりやってくれると思いますので、としてはもののケアですね、シューズは皆さん大事なシューズを履いていらっしゃいますけれども、その中に入れるインソールを変えることで大きく選手の動きですとかケガの予防に貢献できると思いますので、引き続き要請があれば続けていきたいと思います。ありがとうございます。僕らもですね、本当に日本を制した日本一のチームと関われて本当に皆さんと嬉しいんですが、ぜひ連覇したチームここ最近ほとんどないですよね、10年ぐらいで。ぜひ快挙を達成していただければと思っております。なんでできることあればやらせていただきますので、皆さん連覇に向けて、皆さん実業団の活躍に向けて頑張ってください。それでは今日は東京医療保険大学の皆さんでした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。